あ、はい、そう、宿題。はい、明日の木曜日担当は、言っていいですかね、言っていいですか、佐藤楓ちゃんです。イエイ。楓、楓本当に可愛くて、なんか話しかけるとちょっとこう、なんだろう、緊張しつつもちゃんと一生懸命話してくれようとする姿がすごい可愛くて、もちろんお顔も可愛いし、洋服もおしゃれだし、みおなさんみおなさんってこう言ってきてくれるのが本当にもう愛おしくて、あんな妹欲しかったなと思うくらいに私は可愛がっております。今年はね、あの楓が名古屋出身で、愛知県出身で、私が岐阜出身で、東海地方なので、東海地方の2人なので、焼きそばじゃない手羽先を食べに行こうっていう話をしてます。え、どうしよっかな。でもなんか私が一方的に好きだったらちょっとなんか傷つくから、ちょっと好きなところ教えてもらおうかな。おこがましいかな。でもそんなおこがも、ちょっとやってみるか。私の好きなところ3つ教えて。なんかもう本当に当たり障りのないことでいいので言ってくれたら嬉しいな。はい、ということで明日の楓、私の好きなところを3つ教えてくださいこれはシャチホコです。はい、そしてね、まず前回の配信メンバー、昨日ですね、ミオナさんからの宿題トークをしたいと思います。わーい、大好きなミオナさんです。宿題はこちら、私の好きなところを3つ教えて。はい、3つなんてね、余裕なんですよ。今日もミオナさんにお会いした時に、なんか、あ、今日の曜日なんですよって言って、あ、私の好きなところ100個ねって、あ、なんか増えたって思ったんですけど、全然余裕です。でも100個も喋ってるとちょっと終わってしまうので、厳選して3つを答えたいと思います。はいね、私ミオナさん大好きなんですよ。あの、なんだ、あ、岐阜県なんですよ。東海地方仲間というか、そう、それで高校生クイズの時も一緒に名古屋会場の方に行かせていただいて、そう、それでなんか帰りの車の中で、なんか、あ、ここあそこだよねとか、すごい地元トークをしたんですよ。はい、じゃあまず一つ目、透明感がすごい。いや、もう本当にもう、なんか一番なんか乃木坂入ってびっくりしたっていうか、もう、まあ、なんかね、ただ白いだけじゃなくて、なんか透明感がすごいんですよ。もうなんか近くで見たらすごいわかる透明感、もう羨ましいです。私ちょっとジグロンでちょっと色が黒いのでその透明感を分けてほしいですね。はい、2つ目、ショートももちろん可愛いけど、ロングが最高に可愛い。そう、今日ミオナさんポニーテールしてたんですね。あ、そう、茶髪にしたじゃないですか、最近かな。そう、めっちゃ好きで可愛くって、今日ポニーテールしてたんですよ。それも可愛かった。そう、茶髪めっちゃいいですよね、ミオナさんの。いいですよね。あ、ツインテール、あ、ツインテール、あの乃木中の、あの、もう放送された、なんだっけ、あの新年会、新春スペシャルの時の、あのツインテール高めの、すごい可愛かったです。可愛かった。はい、3つ目、なんだろうな、いっぱいある、なんか、どれにしよう。ダンスが綺麗。そう、ダンスがすごい、なんかダンス、あ、すごいお上手なのはもちろんなんですけど、なんか無駄な動きがないんですよ。もうなんか すごいまとまってて、すごい、なんかもう、なんか一番好きぐらいのなダンスが好きです。一番ミオナさんのダンスが好きぐらいの感じのダンスが、まあ、いや、好きなんですよ。そう、最近はもうすぐ、そう、台湾なのでライブリハもあって、
そうよく見てたんですけど、もう素敵です、ダンスが。そうなんかね、ミオナさんのレッスン着ってよくお腹が出てるんです、おへそが出てて、もうスタイルも超いいんですよ。それであの綺麗なダンスを踊ってる姿が好きです。はい、ちょっとね、もうまだあるんですけどね、時間もあれなので、はい、あ、まあ、結論から言うとミオナさん大好きですってことですね。はい、今度手羽先行く約束してるんですよ。そう、楽しみ、去年からしててなかなか行けてなくって、そこの前も行かなきゃねって言ってくださって、そうなんです、行きたい。